こんにちは、速稼塾の久保です。全国3億6000万の麻生太郎ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、麻生さんに対してすごく冷静で、しかも内情をよくご存知の方からのコメントがありましたので、こちらの方をね、動画概要欄に貼っておきますので、9分ほどの動画ですけどもね、ご覧いただきたいと思います。で、それで時間がない方のために私が解説しておきますけども、麻生さんはですね、定額給付金の10万円支給をするつもりはないって言ったのは2つの理由があるというふうに分析します。一つはですね、財務省のやっぱりね、親分なんですよね。だから自分の組織に対しても顔を立てないといけないんで、テレビの前ではないよっていうふうに言ったわけなんですよ。要するに財務省の理屈を通すために、発言としては今回ね、そう言ったんだということですね。で、もう一つはですね、補正予算のもうやり替えが間に合わないんで、だから3月末までは一律支給はないよと、でも4月からは分かんないよってことも含ませていたんだと思いますね。そういうふうな解釈をさせて、していただいてましたかね。だからこれを見ると、結局ね、マスコミが麻生さんの悪いところばっかり切り取って放送するから、私たちは誤解をしているところがあって、で、実はですね、日銀の総裁、黒田総裁と麻生さんがオープンで話したことがあって、記者会見があって、これ全く報じられてないんですけども、私も知らなかったんですけども、麻生財務大臣が、大規模な財政出動してどんどんお金を出すから、それを日銀が買い取ってくれと、そしてぐるっと回って結局国庫に戻るから問題ないよねってことをオープンで話してるわけなんですよね。要するに MMT の理論そのままなんですよ。いくらでも財政出動するから、それを日銀で買い取ってくれってことをね、オープンの場で話してるっていうふうに言うんですよ。この動画どこにあるのかちょっとわからないんで、これから探していきますけども、そう考えると、今回解説してくださった高橋陽一さんは、麻生さんはね、何もかもご存知で、で、一律給付をしないとは言ったけども、でもね、給付をしないっていうことではないんだよと、特定の人にはやっぱりね、配布もするし、実際やってると。そしてですね、プラスアルファ新しく2021年度予算の第1次補正予算がすぐに降りるから、その時に国民生活支援が盛り込まれるんじゃないかなと。要するに財務省の顔を立てるために、今回はもう年度末ギリギリなんで、もう執行はないよって言ったけども、年が始まって新しい補正予算でいろんな理屈をつけてね、結局は財政出動のために国民生活支援一律給付をするんじゃないかなってことを私は感じるようなね、そんな高橋陽一さんの解説でしたね。ということなんで、私たちはね、もっともっと国民の声を上げていって、一律給付していこうよっていうふうに新しい希望をね、こう持ってもいいんじゃないかなと思います。ただね、そこには過度な期待はしないでください。基本的にはね、やっぱり自力でやらないといけないところがあるんですよ。で、仮に一律給付が成し遂げられたところで、結局ですね、ずっと私たちの面倒を見てくれるわけじゃないんですよ。自分の足で歩かないといけないところはあります。そして、麻生財務大臣もいろんなね、憎まれ口を叩きますけども、やっぱり麻生さんもあの立場にいるってことは、誰かに好かれて誰かに応援されている部分があるんだろうなと思います。それをね、差し引いても、私はね、森友問題のことだけでも十分ですね、麻生さんにはね、責任を取ってもらいたいし、手の内を明かしてもらいたいなと思います。そこでですね、れいわ新選組の、この楠尾さんって方がいらっしゃいましたね。名字は忘れたんですけども、麻生さんのね、福岡8区だったかな、同じ選挙区で出ている方なんですけども、その方がね、今度の公約に掲げているのは、なんとね、森友問題の追及なんですよ。いや、この人ね、麻生さんを抑えて当選してほしいですよね、衆議院選で。そうするとかなり政界の地図が塗り替えられるんじゃないかなと、歴史がまた変わるんじゃないかなと思います。いや、れいわ新選組すごいなと思います。そして N 国党の立花隆さんも、これと森友問題にはかなりね、本腰を入れてますんで、籠池さんと組んでいろんなことをやってくださるんじゃないかなと思います。これはね、本当に政治ってのはね、2点3点して面白いなと思いました。そしてそこに利権が絡んでいくことと、あとはね、新しく正々堂々と国民目線のメッセージを送りたいという新進気鋭の政治家さんが、こうやってね、 YouTube を中心として出てきた令和新選組の山本太郎さん、そして N 国党の立花隆さん、この辺が台風の目になって、これからもこの政界をね、ひっくり返してくれるんじゃないかなと思って楽しみにしてます。そしてですね、高橋陽一さんが YouTube やったのでかいですね、やっぱりね。私も大好きでこれよく見てるんですけども、プラス高中平蔵さんのね、今まで個人的な発信をする人がいなかった方が、こういうふうにね、オフィシャルの場で出てきてくれるっていうのは、いや、本当にね、生きててよかった。YouTube ありがとうって感じですよね。じゃあ本日は以上です。